綺麗に、服は素敵に塗ってくれた。心にもないことが言葉に出るなんて考えてる。きっとお兄は世界が美しいと心のどこかで思っている。目覚めたんだよ。目を見てたら、なんだかイライラする。目が熱くんだ。なんでこんなショーにこだわる。どんなに耳を塞いでもその音だけは消え去らないで、僕自身の鳴き声なんだ。水色に包まれてるよ。なんだかとても幸せな甘えになった。あんたに頼んでもダメなら今からこの棒であいつを壊していく。棒を置いてたまるものか。雲の向こう側では星屑たちが輝き瞬きながら踊っていると。なんてこった。じゃあ森はどうなの。まるで怪物のようにうごめいている気がする。嬉しそうにささやき合っているだけかもしれない。森は虹色に燃えてただただ美しく輝いているのかもしれない。